ベネディクトス一世は第62代ローマ教皇。ベネディクトス一世はボニファティウスという名前の人物の子供に生まれたため、ギリシャではボノススと呼ばれた。ランゴバルド人による侵略のためにローマの教皇庁とコンスタンティノポリスの東、ローマ帝国皇帝との間の連絡が取りがたくなったため、しばらくの間、教皇選挙の結果を皇帝に認証してもらうことが、 できなかった。そのため、前のヨハネス3世が亡くなってからおよそ11、ヶ月間もの教皇空位ができてしまい、ベネディクトス1世が実際に教皇に即位したのは575年6月2日のことだった。在位期間は4年1ヶ月28日に及んだ。ランゴバルド人による侵略があった後には、飢饉が起こり、ベネディクトス1世は相次ぐ災難に対処する途中で、 亡くなったと推測されている。遺体はサンピエトロ大聖堂の玄関ホールに葬られた。12月に取り行われたセレモニーでは、15人の司祭、3人のタスク祭、21人の司教が任命された。現在までベネディクトゥスの名を冠する教皇が16人、対立教皇が2人いる。しかしこのうち、このベネディクトゥス一世にちなんで命名されたものはあまり多くはない。 他の多くはむしろ、ベネディクト会を創設したヌルシアのベネディクトスにちなんだものである。特にベネディクト16世は選出後、彼の名は第一次世界大戦後の混乱期に教会を導いた、ベネディクトス15世とヌルシアのベネディクトスにちなんで命名したと明言している。ありがとうございます。